皆さんこんにちは。今日は足痩せお腹痩せに効果的な足パカリバースをご紹介していきます。寝転んだままできる種目なので、ぜひ一緒に頑張りましょう。かかと同士をつけて膝を開きましょう。軽く膝を閉じて開いて閉じて開いて、膝パカ裏バージョンですね。しっかりと閉じるときに内もも同士キュッと引き締めていきますよ。もちろん開く方も頑張って、膝を内外内外、繰り返しながら内ももや股関節周り、そしてお尻もキュッと締まっていくのを感じましょう。首肩力は抜いてリラックス。力が入るのは下っ腹、お尻、内ももですよ。無駄な力をどんどん抜いてリラックスしていきましょう。深呼吸しながら繰り返していきます。はい、いい感じ。そうそうそう、今ぐらい脱力しながら行きましょう。かかと同士をつけたまま両方の膝を伸ばしていきます。ゆっくり遠くへ足を伸ばして内ももを引き締めていきます。曲げて伸ばす、曲げて伸ばす、膝を外側に開きながらしっかり遠くへ、カエル足から遠くへ遠くへ足を伸ばす。膝を曲げてくるときは両方の股関節を開いて、しっかり膝パカーをしながら伸ばす、曲げる、伸ばす、曲げる、両方の足の隙間をギュッと潰すぐらい。常に股関節は外回しのままです。いいですよ。内股にならないように気をつけて、その調子その調子、繰り返していきましょう。膝を曲げた状態で足裏を天井に向けましょう。膝を交互に持ち上げていきます。上げる瞬間にお尻に力が入りますね。お尻や太ももの裏側キュッと引き締めていきます。そして持ち上げる瞬間は下っ腹に力、首肩はリラックス、脱力します。足裏をまっすぐ天井に向かって持ち上げてキックキック、交互に上げて、しっかりとお尻を使っていきましょう。お尻やもも裏のたるみを引き締めていきます。ブヨブヨしたお肉をしっかり解消していきましょう。自分の贅肉をキックで蹴散らしていきます。そうそう、いいですよ。少しへその下引っ込めたままです。両方の膝を閉じた状態、左右に膝を倒していきます。パタパタ動かして、できるだけ胸肩は地面につけたままです。骨盤や股関節を動かしていきましょう。内もも同士が離れないように極力かかともくっつけたまま動かすイメージです。左右の倒しやすさ違いはないですか？苦手な方は大きく動かしていきましょう。動きにくい方が股関節が固まってる方です。左右差がひどくなってしまうとむくみや疲れ、たるみの原因、しっかりと左右差をなくして歪みのない美しい足のラインを作っていきます。そう、ナイスです。いい感じ。両方の足を今度は持ち上げていきます。足を開いてカエル足、足裏を天井に向かってキック、両足持ち上げるとお尻がギュッと締まります。上げる瞬間に両方の膝開くような感覚、そうするとお尻の横エクボがギュッと縮まりますから、どんどん鍛えられてお尻の横のエクボがプリッともも尻に変わっていきます。どうですか？呼吸止まってないですか？しんどかったら休憩しながらでいいですよ。人と比べる必要はありません。昨日の自分よりも1ミリ成長していきましょう。ふう、そうそうそう、深く長い呼吸は忘れずに、その調子その調子、もうちょいもうちょい。
いいですよ。ナイスです。力を抜いてリラックス。上を向いたら片方の足をかけていきましょう。お尻を持ち上げてヒップリフト。地面に置いた方の足、お尻やもも裏、しっかり力を入れてアップダウン、アップダウン。呼吸をしながら天井に持ち上げた足、かけてる方はリラックス。しっかりと体幹、お腹やお尻、もも裏、ここで支えていきますよ。そうです、いい感じです。呼吸続いていますね。深く吸ってゆっくりはーと吐き切って、その繰り返し。さあ、あと10秒ほど一緒に頑張りましょう。ふう、だいぶお尻効いてきましたね。ナイス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 。そうです、はい、足を入れ替えていきましょう。今度は反対側をしていきますよ。組み替えてもらったら同じようにお尻をアップ、深く吐いて吸って、吐いて吸って、地面を押すことによってしっかりお尻に力が入ります。使っているお尻の筋肉感じられていますか？そして左右差はないですか？両方とも同じところに力入ってます。もし左右差があったら苦手な方頑張ってやっていきましょう。おそらく苦手な方、普段もうまく使えてなかったり、体重のかけ方、立っている時に左右差があるはずですよ。日常生活から自分の体に気づきを持っていきましょう。そう、いい感じにできてきましたね。こっちの隙間、手のひら1枚に保って両方の膝を持ち上げましょう。かかと同士をつけて膝パカ、しっかりと膝を開く、閉じる、開く、閉じる。かかと同士をつけたままいきましょう。しっかり内ももに力が入るのを感じて、上げた足をキープするだけでも下っ腹にもぐっと力が入ってきます。お腹や内もも、しっかりと股関節周り全部使っていきますよ。しっかりと深呼吸をしながら、この足も左右差ないですが、開きにくい方があったらそちらもうちょっと頑張って開いていきます。体の左右差をなくして美しい足のラインを作っていきましょう。そう、いい感じ、ナイスナイスナイス。その調子その調子、オッケー。両方のお尻を持ち上げていきます。お尻の先から一個一個背骨を持ち上げるようなイメージ。お尻を上げるときに内ももやお尻、そして下っ腹に力が入っていきます。お尻の先、尾骨から一個一個背骨が持ち上がっていて、体幹部、お尻周り、力が入っていきます。特にお尻ともも裏の境目、ここをはっきりさせたい方はこの種目で感じてください。お尻、もも裏、力入っていますか？自分で触ってもらってもいいですよ。しっかり自分の筋肉と会話をしながら、すべての種目に気づきを持ってください。そうです、自分のペースで呼吸も続けながら、そう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 、 OK。 最後までよく頑張りましたね。頑張ったあなたにプレゼントが2つ、運動習慣化カレンダーと毎日のストレッチメニューです。概要欄から LINE のお友達追加をしてもらえれば自動で届くようになっていますから、ぜひそちらからお友達追加してみてください。苦手な運動やダイエットを楽しく習慣化し、美しく健康に痩せるオンラインサロン、延べ2000人以上の方が入会されています。ぜひあなたも概要欄から1週間無料体験をしてみてください。サロンメンバー限定のコンテンツたくさんありますから、お会いできるのを楽しみにしています。それでは次回の動画でもお会いしましょう。じゃあねー。